時刻は午前0時を回りました。皆さんこんばんは。日本語 VTuber のわさびです。オールナイトニッポン語は日本語の面白いところ、変なところ、便利なところなどを日本語の先生である私わさびと皆さんとで一緒に話したり考えたりしていこうという日本語ラジオ、日本語のポッドキャストです。いやー、毎日暑いですが、皆さんいかがお過ごしですか？体調を崩していませんか？私はもう完全に夏バテです。どうなってるんだこの暑さはっていう、もう日本の夏は本当に湿度が高くて蒸し暑い、例えるならミストサウナみたいな感じ。もうこれだけ毎日汗かいてるんだから、ちょっとぐらい痩せてもいいのにって思うんですけど、体重は全然変わらないんですよね。もうなんで？なので最近は毎日早く涼しくなってほしいなってことばっかり考えて、梅干しを食べる生活をしています。梅干し、皆さんは食べたことありますか？梅干しは日本の漬物の一種なんですけど、まあ酸っぱいことで有名です。でもね、本当はいろんな種類があって、蜂蜜漬けとか甘いものもあるんですよ。まあ私は最高に酸っぱくてしょっぱいのが大好きなんですけど、梅干しにはクエン酸がたくさん入っているので、日本では昔から夏バテとか疲労回復に効くって言われています。皆さんの国にも同じような食べ物はありますか？エナドリばっかり飲んでるとね、やっぱり体に良くないので、もし皆さんの国にも日本のコンビニとかスーパーがあったら、ぜひ梅干しを探してみてください。一緒に夏を乗り切っていきましょう。日本語 VTuber わさびのオールナイトニッポン語。今月のテーマは日本語で大失敗したこと。日本語には書き言葉、話し言葉、話し言葉の中にも敬語、タメ口、まあ失敗するためのトラップみたいなものがね、もう本当にいろいろあるわけですけど、どうですか？皆さんにも大失敗した経験はありますか？私は日本語の先生ですけど、まあ普段はただの宇宙人としてね、ぼーっと暮らしているので、そりゃあもういっぱいあります、変なミスが。例えばエレベーターって打ったつもりがエベレーターになってたりとか、まあもうずいぶん昔の話ですけど、初めてお食事券っていう言葉を聞いた時に、ああ偉い人はお食事券を渡しているのか、そう、ご飯のためのね、お食事のためのチケット券を渡しているんだとずっと思ってたんですよね。お食事券っていうのは、例えば政治家とか公務員とかみんなのリーダーが自分のために不正、つまり悪いことをしたりお金を渡したりしたって意味なんですけど、本当はね、本当はそうなんですけど、いつだったかその話を誰かとした時に全然話が伝わらなくて、確か私がフランス料理か何かの券を渡したのかなみたいなことを言ったんですね。そしたら、え、ごめん、何の話をしてるのってなって、え、お食事券の話だよね。うん、そうだよ、お食事券の話だけど、っていう事件が遠い昔にありましたね。皆さんにもね、きっと恥ずかしい思い出がいっぱいあると思うので、私の失敗談はまあこれくらいにして、
早速読んでいきたいと思います。マシュマロを送ってくださって本当にありがとうございました。では最初のマシュマロから。知り合いの枠を視聴した時、彼女に配信の雰囲気が良かったと伝えたかったんです。アニメの種類の中では癒し系というジャンルがあると知ってたし、癒し系配信だったと言いたかったんです。漢字は知らなかったけど自動変換に信頼しました。コメント欄に書いてあったメッセージは、バツバツさんはいつも癒しい配信をしますねって感じでした。彼女は苦しく笑って、そんなに悪い話はしないと思うって感じで反応しました。ミスをすぐ気づいて直したんだが恥と知りました。のなめ七色、のなめ七色さん、これは日本語勉強する人はもうみんなわかるって思うやつですね。同じようにミスしたことあるよって人どれくらいいますか？このラジオが配信だったらコメント欄はみんな手を挙げてると思うんですけど、いやーこれはあるあるですね。主人と囚人とかね。ちなみにその癒しいっていうのは良くない意味のいい形容詞です。いろいろ意味があるんですけど、例えば食べ物を独り占めしようとする感じ、下品な感じ、レベルが低いとか、配信者だったらコメントとか数字を必要以上に欲しがる感じかな。ともかく良くないっていうニュアンスがあるんですけど、癒しはすごくリラックスできるとか落ち着くって意味ですよね。もうなので本当真逆の意味だから、これは焦る気持ちはよくわかります。でも皆さんにとって日本語ってもちろん外国の言葉で、それをまず思い出してさらに漢字にして相手に伝えようとするってことが本当にすごいことだって皆さん気づいてますか？もうのなめ七色さんのチャレンジは素晴らしいチャレンジだったと思います。本当リスペクトですね。お疲れ様でした。こういうミスってした人にしかわからない恥ずかしさっていうのがね、ありますよね。ものすごくわかります。私英語だったらメッセージって送りたくて間違えてマッサージって送ったことがあります。今日は最高のマッサージをありがとうって、もうどんなシチュエーションなのって感じですよね。もうこの失敗をしたのは随分前ですけど、今でも予測変換を使うときはすごく注意深く見るようになりましたね。失敗は成功の母って言いますけど、本当にそうだなって思うんです。そうやってどんどんレベルアップしていきたいですね。のなめ七色さん、貴重なコメントを送ってくださって本当にありがとうございました。これは皆さんに言いたいんですけど、日本語を練習したいって方は YouTube のコメント欄でも TwitterX でも気軽にメッセージを送ってくださいね。もし必要があれば添削してお返事します。みんなでどんどん日本語を使ってどんどん上達していきましょう。ということで次のマシュマロを読みます。ありがとうございます。コンワサビーム。今日の失敗談は恥ずかしいですがいい教訓と思います。本当に事故だけど、日本語の勉強を始めた頃、クソとクサを間違えていた。面白いクソ、ははクソ、そういうフレーズをよく言った。その時クソと LOL は同じだ、笑っている時に使えると思った。友達はおそらく静かに笑っていた。
みんな私の失敗から学んでください。アニーちゃん。ああ、これもいい。これもいいマシュマロですね。アニーちゃん、本当にありがとうございます。いや、草と草を間違えるのはもうほんと草なんですけど、でも、アニーちゃんの言う通りで、くっそ面白い。それのショートカットバージョンで、くっそだけ言うことはありますね。英語だったら、LMAO くらいのニュアンスですけど、もちろんこれは友達の間でだけ使ってください。じゃあ、クソと草はどう違うかっていうと、まあこれはスラングなので、私個人の感じ方ですけど、クソの方が面白くて、こらえられなくてもクソ笑ってしまう、どうしてっていう感じ。草はもっと冷静に、ちょっとシニカルなイメージがあります。それおかしいね、草っていう。でも記号の草とクソを両方使うとき、クッソ www みたいなときは別ですよ。それが一番強い表現だなと思いますけどね。皆さんから見てどうですか？この微妙な文字の表現の違い、クッソ、クソワロタとかのクッソと草、ひらがなで書くときも漢字で書くときもあると思うんですけど、あとは W ですね。それぞれに違いはあると思いますか？この中で一番本気で笑っていると思う表現はどれですか？皆さんの意見をまとめて来月のラジオで報告したいと思います。マシュマロでも全然いいですよ。ぜひコメントしてください。よろしくお願いします。いやーにしても本当面白いメッセージをありがとうございました。お食事券ですか？私は和食がいいです。え？違う？さあ、あっという間にエンディングのお時間です。今日も最後まで聞いてくれて本当にありがとうございました。言葉っていうのは本当言いたいことが伝われば別に間違ってても問題ないって思います。でも自分が考えてること、思っていることを伝えられるのは自分だけだからこそもっとクリアに伝えられるようになってほしいなって思うし、どうやって伝えようとか、どうすれば相手の言ってることがもっとよく理解できるかなって思う瞬間、そういう瞬間がレベルアップの瞬間だと私は思うから、そういう瞬間にお手伝いができる先生でいたいなって今日も思っています。これから新しい一日が始まる人、いってらっしゃい。スマホ、パソコンの電源を落として一日を終える人、お疲れ様でした。今月も一緒に楽しく日本語を勉強していきましょう。皆さん、暑さには気をつけて過ごしてね。ここまでのお相手は、日本語 V ティーチャー、わさびでした。バイバイ。